六号通りは、東京都渋谷区旗谷谷にある道。京王新線旗谷駅付近から北側に伸びる。六号通りと呼ばれる範囲には、以下の2通りがあるが、本校では主に全車を扱う。旗谷駅東側の甲州街道との交差点から、始まり、社会教育館前交差点、六号、坂通り交差点を経由し、旗谷山頂目北交差点に至るまでの道。 駆動848号線に該当する、一の内社会教育館前交差点以南の道。この場合、社会教育館前交差点6号、坂通り交差点は、6号坂通り、6号、坂通り交差点旗ヶ谷山頂大目北交差点は、6号大通り、と呼称される。6号通り商店街旗ヶ谷駅北口付近から、北側に伸びる道である。 旗ヶ谷駅の駅前商店街としてにぎわっており、多数の商店、飲食店が立ち並ぶ繁華な通りとなっている。南から六号通り商店街、六号坂通り商店街、六号大通り商店街の三つの商店街に分かれている。通りの最南端に位置する。通りの南口及び北口に、六号通り商店街と書かれたアーチがあり、通行人の目を引く。道は、 レンガ風に舗装されており、明るく清潔なイメージを醸成している。雰囲気は、笹塚の十号通り商店街に似るが、六号通り商店街の方が、道幅が広く開放感がある。旗ヶ谷駅に近いことから六号通りの中では最も活気のあるエリアであり、多数の商店、飲食店、薬局、マッサージ店などが立ち並ぶ。六号通り商店街から続くエリア、 六号通りの内社会教育館前交差点六号、坂通り交差点を構成する商店街。六号坂と呼ばれる、神田川旗ヶ谷支流が流れていた谷の南側にある、坂の途中にあるためこの名がついた。商店街全体が坂となっている。雰囲気は六号通り商店街に似るが、旗ヶ谷駅からやや離れていることもあり、活気は六号通り商店街より少なめ。 住居も点在する。なお、六号坂通り商店街は、本町と旗ヶ谷の境界をなしており、北に向かって、右側が本町六丁目、左側が旗ヶ谷三丁目である。六号坂通り商店街から続くエリア。六号通りの最北端をなし、このエリアの北側で中野区南内に接する。幅が5から6メートルほどの六号通り商店街、六号。 坂通り商店街とは異なり、2車線の車道を有する道幅の広い商店街である。商店、喫茶店等が参見されるが、住宅も多く、六号通りの中では最も静かな一帯となっている。六号通り商店街と六号坂通り商店街の境界にある水道道路はかつて玉川上推進水路と呼ばれる水路であり、この地には橋がかかっていた。 この水路にはこの橋を含め16の橋が架けられており、この橋が新宿方面から数えて6番目の橋であったことから、六号橋と命名され、六号橋がある道路を六号橋通りと呼ぶようになった。その後、玉川上水浸水路が廃止され現在のような水道道路になった際に橋も廃止されたが、その時に通りの名称からも橋がなくなり、六号通りになったと、 される。六号通りバス停が社会教育館付近に設置されている。ありがとうございます。